ベリクレス・ライムンド・オリベーラ・シャムスカは、ブラジル・バイア州・サルバドール出身のサッカー指導者。自身は、プロ選手としての経験はない。1992年に、体育大学を卒業後、EC ・ビトーリアで、監督としてのキャリアをスタート。その後、サンタクルス FC、SC ・コリン・チャンス・アラゴアの、オタフォゴ・ FR などで監督を歴任。2002年に、 ブラジリエンセーフ C の監督としてコパド・ブラジルで準優勝。2004年にサント・アンドレの監督として一部への昇格を及びコパド・ブラジルで優勝を果たした。また、地元メディアで若手育成に定評があると称されるようになった。2005年9月、大分トリニータの監督に就任。また、実定のマルセロがヘッドコーチに就任。 第22節時点で17位と降格圏にあった大分は、シャムスカが監督に就任して、以降7勝3分2敗の成績を収め、降格圏から脱出させるとともに11位に浮上させた。このことにより、シャムスカマジックと称されるようになった。元鹿島監督のトニーニセレイゾとは、1999年にビトーリアで監督とコーチという関係であり、旧知の中。 元東京 VDF デジマール、元大分 FW、オズマールは、サントアンドレ監督時代の教え子で、元広島 DF ジニーニ元東京 VMF アナイウソンは、a d カ回ターの監督時代、元大分 MF トゥーリオは、ボタフォゴ監督時代からの教え子にあたる。クラブの現有戦力を持って、最大限の効果を発揮させることが、特徴の一つであり、また、 モチベーターとしても評価され、2005年9月に、シャムスカが監督に就任して、以降の大分の戦績をもって、シャムスカマジックと称されるようになった。2005年シーズンの大分は、シャムスカが監督に就任した第22節終了時点で5勝13敗、4分けの17位で、最下位のビッセル神戸と、勝ち点が同じ、また11試合勝利がない状態であった。就任会見で、 シャムスカは残り12試合で勝ち点18を取って残留するとコメントした。なお、2005年における自動残留順位は15位、勝ち点37であった。つまり、勝ち点18を取って残留を決めるというシャムスカの読みは的中していた。だが、チームはシャムスカの想定を上回る快進撃を見せていく。まず、監督初戦の第23節の ウラーレットダイヤモンズ戦で2-1で勝利を収める。また、第22節で、名古屋グランパスへと、第26節で、横浜 F マリノス戦に勝利を収めたる。さらに、第28節で、本シーズンで優勝したガンバ大阪戦に勝利を収めた。公約だった、勝ち点18は8試合で達成、結果的に就任後の12試合で7勝2敗3、分けの成績を上げ、 就任時17位だった順位は11位まで浮上していた。2006年シーズンは序盤こそややもたついたが、それまでリーグ戦で勝ちがなかったかしまあんとらわずにアウェーで解消した頃から調子を上げ、リーグ戦は前年を上回る8位の成績を収めた。2007年シーズンは第17節終了時点で自動降格圏内の17位。ただ、金崎夢生 小手川博木といった若い選手や、シーズン途中にアルビレックス新潟から加入した鈴木慎吾の活躍もあり、浮上のきっかけをつかみつつもそれを生かしきれない状況が続いていた。後半戦に入り J1 残留争いから抜け出して、最終節を待たず14位で残留を決めた。2008年シーズンは、1点を奪って守りきる、サッカーを武器に次々と勝利を重ね、26節には、 チーム史上初めて首位に立つなど、終盤戦まで優勝争いに絡み、チーム最高の4位でリーグ戦を終了。34試合でわずか24失点と J リーグの年間最小失点記録を塗り替えた。さらにナビスコ杯では決勝戦で清水エスパルスを破り優勝、チーム史上初のタイトルを獲得した。また、2009年2月に開催される。 パンパシフィックチャンピオンシップ2009の出場権を獲得した。2009年シーズンはパンパシ2009が2月中旬に開催されたが、チームの指導日を J 全クラブで最も遅い1月31日に設定。第4節から第17節までリーグ戦14連敗を喫した。大分の監督を解任された後、スポルジレシフェの監督に就任。 京都産が FC で出場機会を失っていたパウリーニョを獲得して、広角圏脱出を図ったが最下位に転落したことなどから、11月に辞任し、退団した。2009年12月より、アバイ FC の監督に就任。サンタカタリーナ州選手権で優勝。2010年7月、カタールアルアラビ SC の監督に就任。9月のシェイク・ジャシムカップで優勝。 2011年6月、カタール・アルジャイシュの監督に就任し、2012年5月に監督を退任。2012年から2013年まで、ブラジル・ポルトゥゲーザの監督に就任。2013年より、コリチーバ・バイ・フシーの監督にそれぞれ就任。2014年、ジュビロ・イワタの監督に就任。J2 優勝と J1 昇格を目標にしていたが、チームの順位が、 自動昇格圏外の3位だったこともあり、9月25日に成績不振により契約解除が発表された。2015年5月、カタールアルガ・アラファーの監督に就任。ありがとうございます。